Hey yo! ケンツメッシュ。じゃあ最近もね、これからやっていくんですけど、今日はですね、こちらラムライダーが出てきました。これ、もうレベル10なんですけども、先ほどのチャレンジゲットしまして、こちらかな。ゲットしまして、グローバル大会。あ、そう、一生これね、気づいたら終わってたっていう。次は生放送とかしながらやりたいですね。ラムライダーチャレンジゲットしましたというところで、先ほどね、2.6 ラムライダーと、ゴレラムライダーと試したところ、まあ、ゴーラムが強いね、ゴーラム。ゴーレムラムライダー。略し、ゴーラムデッキ。ゴーラムデッキ。まあ、ラムゴレでいいと思うんですけど。これはね、今日は使っていきたいかなと思います。まあ、進化度強いですけど、まあ、クソぶっ壊れたほどではないのかなって思いつつも、まあ、強いですね。はい。まあ、ゴーラムの種類につけたら単純に止めずれんじゃねえかなって言ったところで、まあ、ゴリ押せるって言ったところで、今日は使っていきたいと思います。ラムライダーのちょっとした攻撃プラス、ポイズンでカウンターを防ぎたいので、ポイズンを採用という感じでやっております。で、ラムライダーの、このスタンプもしっかりとゲットしました。で、この後また 2.6 ラムライダーもね、やっていきます。2.7 なんですけどね。まあ、要するにホグの代用で使ってみますって感じです。おっと。レベルが8。まあでもレベルは、まあ、気にせず立ち回りというか、そのラムライダーを使ったらどうなるのかっていったところを見てほしいです。あ、これトルネで内側吸いたいんですけど、マジでゴーレムトルネでするの苦手なんですよね。マジ、今度ゴーレム吸う練習しよう。本当に。はい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 。で、一発殴って吸える。オッケー。よしよし。今日はうまくいったわ。で、ここで相手がこう右に防衛使ってる間に逆サイド刺しに行くって感じですね。で、こういうスケルトンはまあ上のやつが処理してくれるって感じになります。で、まあ大体単体だとタワーダメージこんくらいですね。1214まで削るんで、まあ6割、7割くらいですかね、削っていきます。まあちょっとこれ相手がレベルもですけど、ちょっと立ち回りもヤンキーだったんで、まあ、ここも捨てちゃうか。こっから競ったらちょっと面白いですけどね。捨てて守れちまったっていう。キング起動 P ですね。で、こっから相手は、なるほど。で、ライトニング持ってんだよね。よいしょ。使ってくる。ここ使ったらもうぶっぱですね。で、ここのランバーのレイジに乗せて、ラムライダーを出していきたい。先に飛ぶのはそいつだよな。なんでこう待って落とすの待って落とすの待って落とすの待って今です。レイジを遠回りしていく今です。 OK。 まあでもゴリに機動性が加わったって感じですかね。工場よりもまあ使いやすい突進するやつが出てきましたよって感じで、まあ、このデッキをね、おすすめしたいかなって感じがします。さあ、あと2000ほど行きましょうか。まあ、新カードで言うと、やっぱ楽しいっちゃ楽しいですけどね、環境模索するとか、デッキが、いろいろ変わったりするんですけど、やっぱね、ウルトラレアなんでね、観察が難しい。もう、初手これ。わしクリアしたぞって感じですね。さあ、チャレンジの様子は生放送の方でしてるんで。で、これが強いね、これ。この防衛。これ。これ。これが強いんで、オッケーオッケーオッケー。ダメージ入った。で、今ので、あれですよ。相手が3コスで攻めてきて、こっち5コスで守りつつカウンターして相手2コスで守ったんで、なんならアドですよね。ここはある程度許容してあげて、オッケー。で、ここも、許容してあげて、許容というか、まあ、防衛してあげて、ベビドラが無視できない形。これは無視でいいかな。相手のユニット的に今、ラム出したら刺さるかもしんないけど、まだ際ですね。ゴレ出してな。オッケー。本当は今、こっから出したかったんですけど、手がここに当たって、ここのキングに当たりました。で、この逆サイを、まあ、ボーラーとかの方が工場出されるんですけど、まあ、ラムでも抑えなきゃないけど、まあ、30射ちょっときっちいかな。きっちいですけど、まあ、呪文で防衛していきたいですね。
なるほど。ってなったらもうラムで突撃っすね。こんな感じで。で、もうポイズン打てばおしまい。最強。オッケー、こんな感じで、その、なんだろうな。ミニペテとかなんでもいいんですけど、そういう陸系で受けてきたところの上から、ラムを叩き込むだけで、だいぶ勝てるんじゃないかなと思いますね。後ろから来るか、これ。はいはいはい。おっと、相手もラム。これってさ、近畿道できるの？できますね。ラム三重しか。あー、ワンチャン持ってかれそうだな、これ。ポイズン打って、ここで、足止めしとこう。で、ロリババで消えるぐらいの体力になってれば OK なんだけど。OKOKOK。で、もう左は無視して。あ、またここにラムを追加と。こんな感じですね。まあ、三重子もまあ、勝てると。で、このラムがね、本当に強い。HP が高いんで、突進が大体入るっていうメリットがあります。で、トルネですってもこんな感じで突進するんで、まあ、ダメージはある程度入るっていうところが強いですね。なんで、トルネも、一発ドガンって入ってから、もう一発与えてから積んで、起動はしづらい。多分。アイスピーで止めてからトルネですればダメージはある程度抑えれるのかなって感じではあると思います。さあよろしく。まずはクリアしたよなっていう証を。そして次は課金したよって証を出し、はいはいはい。これさ、ベビドラでもよかったんだけど、これってどうなん？意外と刺さる説。ドカン。強い。強いぞ。ユニットあんだけ引き出して、なおかつオーブに当てちゃうもんな。強いな。で、様子見て、相手はなんだ？あー、なんか、ロイジャイっぽいんで、ここでゴール出しちゃうと、このベビドラの前にロイジャイつけられて終わっちゃうんで、こんな感じで。で、ここはもうある程度許容して、まあ、ライティニングたりとも無視ですね。で、ここの、あの、エレキはどうしようかなと思って、まあ、ロリババが正解ですかね。多分、またオーブン置いてくると思うんで、ゴール出してあげて。うん。そうだね、後ろにラム追加するっていうよりかは、オーブンを破壊しに行くラムを出してもいいのかなって感じがします。ここはライフで受けて、ターゲット取ってからこうしてあげて、メガゴ。で、ライトニング打ってくるか。先にユニット当ててくるか。こんな感じでやれば、多分、まあ、先に処理されちゃうけど、まあ、施設も破壊できたりするのかなって感じですね。施設にもな、その気絶みたいに逃げれたら強かったんですけど。そう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 。ちょっとダメージが痛えな。ちょっとダメージが痛えな。やんちゃしすぎた。ただまだまだいけるね。ここでラムかな。いやでもな、これロイジャイのポイント取っておくべきでしたね、今のは。浅はかでした、俺が。これポイズンここにかけてあげて。一回と防衛から始めさせたい。OK、ライトニングか。ここにラム追加して、これがやりたい、これがやりたい。強い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 。OK、いいよ。で、でですよ。ここでもう一回ライジャー来るよな。一発ずつ入るのが痛えな。どっかでゴロを出したい。もしくはラムで防衛したい。ラム防衛いきますか。
打たれたな。ライトニングちょっと耐えるんですけどね。ノーダメに抑えてあげて、縦線か。オッケーオッケーオッケー。ここだここだここだ。ここでルイジェ止めていただき、その間に処理したい。で、なんなら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 オッケー。これ出さなくていいんじゃね。説が何も言うな。何も言うな。勘のいいガキは嫌いだよ。いいでしょ。オーブン入る。で、ここでポイズン打ってあげて、もう、あと防衛全力なんですけど、ポイズン削りでいい説がある。消せ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 。オッケー、まだレジン圏内じゃない。オッケー。ライトニング打つか。打ってきた。どっちのライトニングが早いかゲームやな。もしくはこいつが。俺の方が早いやろこれ多分。勝った。オッケー、GG。これ出さんでええわ。お、ラムだけで勝てるわ、こんなもん。って感じで、オッケー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 、ゴリラムライダー強えぞ。まあ、ラムが強いですね、やっぱり。防衛で、ロイジェを封じ込めるあたりとかが、本当に強いんじゃないかなと思います。というわけで、ぜひね、皆さんこちらのデッキ使ってみてください。次は、こちらのデッキを使っていきます。では、また次回の動画で、うえ、ゲップ出た。また次回の動画でお会いしましょう。おつめし、大晦日に生放送、年越しでやりますので、詳しい告知などまた動画で出しますが、ぜひ見に来てください。というわけで、また次回の動画でお会いしましょう。おつめし、何回言うねんつって。